てもらってます。永田健一郎と申します。今日はですね、あの仕事で写真とか撮ってる時にですね、よくパシャって撮ってこう見せると、あ、すごいですね、やっぱ高いカメラは違いますねっていう風に言われるんですけども、まあ、そもそもそこって誤解であって、まあ、高いカメラだからとかいうことではないんですね。いや、高いカメラと安いカメラって何が違うかっていうところを少しお話しさせていただきたいと思います。はい。で、永田の場合はね、メインで使ってるのはニコンのカメラを使ってます。ニコンの D5 を使ってまして、フラグシップ機を使ってます。まあ、サブ機としては、810とか、これ600か、とかを使ってます。基本的にフルサイズ機を使ってます。で、まあ、フルサイズ機と APS-C の、カメラでは、まあ、少しできる絵に違いがあるっていうのは当然のことなんですけども、例えばこれ600で今撮ってるのが D5 なので、ちょっとここ持ってこれないんですけど、 D5 とで価格の差っていうのはもう5、60万変わってくるわけですね。そこは何が違うのかっていうところを少しお話しさせていただきたいと思います。で、まあこれからカメラとかね、買う人の少し参考になればと思いますんで、よろしくお願いします。ではまず大前提として、高いカメラと安いカメラで、できる絵、まあ、できる写真っていうのはですね、まあ、誤解を恐れずに言えば、できる写真に違いはありません。同じシャッター速度、同じ絞り、同じ ISO、で、同じレンズを使った場合、カメラのボディが違うからといって、写真の出来が大きく変わることはありません。高いカメラだからといって背景が綺麗にボケるとか、そんなことはないんですね。基本的に同じ設定で撮ったら、高いカメラも安いカメラも同じ写真ができます。なので、まあ先ほど言ったような、あ、高いカメラだから綺麗ですねっていうのは間違いなんですね。じゃあなぜ僕がわざわざ高いカメラを使ってるかっていうところなんですが、まあ、大きく3点。あるかなと思ってます。一つ、まあ一番大きいのが操作性ですね。そこがまず高いカメラと安いカメラでは全然違います。例えばこの600なんですが、ボタンの数という意味でフラグシップ機とは全然違います。ボタンの数が少ないです。で、フラグシップ機、高級カメラになるほどボタンの数が多くなります。で、これはどういうことかというと、例えば何か設定を変えたいとかなった場合に、高いカメラの場合は、フラグシップ機の場合は、ワンクリックで設定が変更できます。例えばというか、仮にですね、こう撮影してて、あ、なんか設定変えたいなと思った場合は、このまま、覗いたまま、ボタンを押しながら、ボタンを押すことによって設定を変更することができます。逆に、入門機の場合、たまにこの絞りとシャッター速度のこの、くるくる回すダイヤルですら一つしかないということがあったりして、こう設定変えたいなと思ったら、こう液晶画面つけてパチ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 、うん、変えて、はい、じゃあ次撮ります、また変えて撮りますっていう作業が必要になることがあります。これやっぱり仕事の現場だと、それをやってるとちょっと時間がもったいないので、どうしても高級機を使用する必要があるということになりますね。なので、1点目、一番大きく違うのは操作性です。はい。基本的に専用のボタンが割り振られているので、大概の操作はワンクリックで行うことができます。また、最近のカメラはね、ボタンの配置も少し自由に変更することができて、例えば、フルサイズ APS-C のレンズのクロップの切り替えなんかも、設定するとワンクリックで、変更することができたりします。そういう意味では入門機の方が少しその辺の自由度は低い、操作が少し煩わしくなりやすいというところはありますが、それでも時間かけて同じ設定にすれば同じ写真が撮れるということです。はい、それで2つ目はですね、耐久性です。耐久性がやっぱりフラグシップ機の方が高いです。で、ボディの質も D600 ってなんだっけ、プラスチックかな。プラスチックだったりするんですが、
フラグシップ機の D5 とかだったらマグネシウム合金って言って金属を使ってます。それで良かったかというと、まあ、仮になんかバンと落としてしまった場合にでも結構大丈夫、フラグシップ機は。入門機の場合は結構ね、落としたりしたら割れたなんかいう話を聞くんですけども、まあ、フラグシップで割れるってことはもうよほどのことです。ほぼないです。なので、まあ、仕事をしてる上でカメラが壊れにくいっていうのはやっぱりフラグシップの方が有利ではあります。やっぱ壊れないっていうのは仕事をする上でものすごく重要で、ごめんなさい、今日カメラが壊れたんで撮影できませんでしたというわけにはいかないんで、やっぱり信頼性の高いカメラっていうのを使いたいっていうのがあって、フラグシップ機を使ってます。で、耐久性という意味では、そうですね、シャッター耐久回数っていうんでしたっけ？カメラそれぞれには、何回までシャッターを切ることを保証してますっていう回数があるんですけど、例えばフラグシップだと40万シャッターまでは保証します。で、それ以上になるとオーバーホールしてくださいねっていう風な形で、各部品の性能の耐久回数っていうのが決まってるんですけども、それが、フラグシップの場合40万だったのが、入門機だと10万とか8万、6万とかあるのかな、低くなってくるんですね。そういう意味では、より多くシャッターを切っても長く使える。オーバーホールするまでの時間が長くて済む。で、各部品の耐久性も高い。精度が高い。ということになってきます。まあ、最近デジタルなので、シャッターの回数がものすごく多くなるので、どうしてもフラグシップを使って、しっかりその辺の耐久性は確保しておきたいっていうのがあります。で、もう一個、耐久性に絡んでくる話なんですけども、フラグシップでよく聞く言葉が防塵防滴。つまり、霧とか水とかに少し強い。まあ、防水ではないよね。防滴です。少々の雨ぐらいだったら耐えることができます。入門機なんかはね、そういうのを歌ってないので、どうしても海辺とかで使うには若干怖いところがあります。結構潮風って砂が混ざってたり水しぶきが飛んできたりすることがあるので、まあ、海辺で使ってたら何か急にエラーが出たとかいう話も聞いたりします。フラグシップはやはりその辺の何ですかね、パッキンの密度的なところですかがやっぱりしっかりしてるので、多少の雨でも大丈夫だったりします。ただ注意が必要なのは防水ではないです。水にポチャンと使うとやっぱり壊れてしまいます。はい、で、大きく言うとその2つで、まあ、3つ目として挙げるとすれば、メディアがダブルスロットであることが多いですね。 SD カードが2枚入ったり、コンパクトフラッシュと SD カードが入ったり、記録媒体が2枚になっていることが多いです。で、2枚になってると何が安心かというと、両方に記録することができたり、RAW と JPEG で記録すると、カードを分けれたりすることができます。たまに現場で JPEG 取って出しが欲しいとか言われた時には、1枚目のカードで RAW を撮影、記録しておいて、後々に納品用に保存しておく。で、取って出し用に2枚目のカードで JPEG で書き出して、その場でお渡しするなんていうこともしますし、一番大きなバックアップ記憶ですね。同じ写真を2枚両方に記憶しといて、万が一、カードが1枚壊れてたという場合でも、もう1枚のカードでバックアップができているということが仕事をする上ではものすごく重要になってきます。はい、あと細かいところで言うとね、ファインダーの視野率とか、見えてるところと撮れてるところが 100%、 視野率が 100% っていうところだったり、まあ、あとは連写速度とかは、フラグシップの方が秒間何十何コマみたいなことがあるので、優位だったりはするんですけども、まあ、そんなに、ポートレート ポートレート撮影する上では、そんなに重要ではないです。というぐらいのもので、繰り返しになるんですが、入門機でも、フラグシップ機でも、設定をすべて同じにすれば、できる上に、ほぼ違いはないです。まあ、発売時期によって内部のエンジンが違うので、JPEG の生成画像は若干、結構異なったりはするんですけども、ローで撮る分には
それほど、同じ時期に発売された入門機とフラグシップではそれほど絵に違いはないです。それほど、もうほとんど絵に違いがないです。繰り返しになりますが、背景がよくぼけるとか、明るく撮れる、暗い場所でも明るく撮れる、まあ、やっぱ明るいですね、いいカメラは違いますねとか言われるんですけど、そんなことはないです。入門機でも設定を変えれば明るく撮れます。なのでこれからカメラを買おうかなっていう方は、いや高いカメラ買おうかなと迷ってるねんってなった時に、さっきの3つのポイント、プラスアルファのポイントが必要かどうかっていうところをしっかり見極めていただいて購入されるのをお勧めします。まあ、レンズは別です。レンズは高い方がいい場合もありますけど、カメラ本体に関しては高かろうが安かろうができる写真は一緒というお話でした。なんか質問とかね、反論とか、なことないよ、これ違うよとかいうのがあったら、コメント欄とか、まあメールとかでいただければと思います。ありがとうございました。